アルミ缶の今夜も勝負パンツ。こんばんは、松竹芸能の美人漫才コンビアルミ缶の高橋と、今日も勝負パンツ履いてます赤坂です。今日も履いてますか？ちゃんともちろんでございます。先週ね、赤坂パンツのコーナーが復活しまして、赤坂の乱が起こりまして、赤坂の乱リスナーさんからソース感を食らうという事態になりましたけれども、みんなびっくりしたんじゃないですか？いや、びっくりするわ、ね、久しぶりの赤坂さんの勝負パンツを当てるコーナーやったのに、まさかのふんどしを履いてくるっていう暴挙。いいじゃないですか。しかもあんなふんどし見たことないし、可愛かったでしょ、ハンカチみたいな。マジックでも始まるんかな、股間でみたいな。夜ようやから優しくなってんね、ハンカチみたいな。ふわっとした四角いものが股間にぶら下がって、相方の股間にぶら下がって。ぶら下がってないです。いや、もうすごかったですよ。誰も正解者が出ないというね。本当にね、暴挙が本物を見せたかった。今日は何なんですか？ちなみに。今日はほんまに普通の可愛らしい、ピンクのパンツに縦縞の、ストライプの入った。ショーパンツちゃうやん。いやいやいや、これバチクソショーパンツ。バチクソショーパンツ。安心して。はい、あ、そうですか、わかりました。ピンクですね、今日は。わかりました。はい、ということで、この番組は AM1314FM91.9 ラジオ大阪からお送りしています。はい、皆さん、番組が始まったことを SNS で告知して、ラジコのシェアボタンもクリックして、みんなでこのアルミ缶の今夜もショーパンツを広めてください。はい、はい、ぜひね、新しいリスナーさんどんどんゲットしていきたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。コーナーはこんな感じになってます。はい、まずはアルミ缶バトルですね。うん、毎回一つのお題をもとに、アルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。はい、勝負パンツだけに勝負していきましょう。はい、パンツの時間といっても、パンツを脱いだり履いたり売ったり買ったりするわけではなく、うん、毎週いろんなテーマでトークを展開していきます。はい、赤坂会長、今夜のテーマは、新機能。違う違う、パンツニュースですね。あ、です大丈夫ですか？パンツパンツニュースですね。はい、やっぱりパンツ月間ですので、パンツのこといろいろと語り合っていきたいと思います。そして、全日本勝負パンツ協会定例会議、今月は、勝負パンツ月間です。はい、勝負パンツ普及のためにますます盛り上げていきます。はい、協会員になってしっかりと活動してくれた人、まだ協会員になっていなくても、毎週出す課題をしっかり取り組んでいただいた人の中から、毎週お一人に2000円分のアマゾンギフト券をプレゼントします。はい、が、先週赤坂の乱で誰も正解者が出なかったから、4000円にキャリーオーバーしてますよね。はい、今回高額ですからね。うん、皆さんどんなお便り来てるのか楽しみしてます。はい、今回はショーパンツについた新しい機能とはという、 これでございます。はいはいはい、どんな機能がついたらいいか考えて送ってくださいというお題でしたけれども、はい、はい、いっぱい来てますよ。わあ、嬉しい、ね、絵を描いて送ってくれてる人もいたりとか。これ楽しみやねんな。そうやね。うん、もちろん皆さんからの普通のメッセージや応援のメールやツイートもお待ちしています。うん、そして放送中はツイッターでつぶやいて、炎上かっていうぐらい盛り上げてください。うん、ツイッターの公式ハッシュタグはシャープのアルミ缶パンツです。シャープでカタカナでアルミ缶パンツをつけて、どんどんつぶやいてください。はい、聞いてるだけでつぶやいたことないよって人も気軽につぶやいてくださいね。そうよ、そうよ、うん、つぶやいてくれたら私ら見に行くから。いや、ね、それは緊張するんじゃん。それは緊張するのかな。ぜひつぶやいてください、お願いします。はい、さあ、ということでですね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。まず1個目、これ、うん、赤坂さん、迷惑係さんです。私が迷惑だったということですか？そりゃそうでしょうよ。もうそんなの読まなくていいです。先週の復活赤坂パンツ、嫌な予感してました。いやいやいや、本当？いつも高橋さんから絶好のパスをもらってるのに、うん、まさかのふんどしで正解者なし。うん、リスナーラジオに向かって、そんなの当たるかと突っ込んでます。うん、ありがとうございます。でも、そんなお二人のやりとりが楽しいですと。あら、優しい。なんだ、結局はツンデレなんだから。ね、本当に本当ですよね。なんだ、好きなんじゃない、迷惑係とか。好きではないと思うよ、多分。迷惑やなと思ってるけど、まあそこがいいみたいな。ありがとうございます。じゃあ、私行きますよ。はい、寝屋川マッカートニーさんです。あ、どうも。独演会のチケットをゲットしました。おお、ありがとうございます。嬉しい。初めてアルミ缶生で見ます。おお、初めて。緊張してきた。怖いです。なんで怖い、なんで怖がってんの。さて、独演会のポスター気に入ってます。ありがとうございます。2人が縁側にいるやつです。うん、会場で売ってたら買いますが、検討のほどよろしく。10月に会いましょう。のマタニティ。何やそれ。ニップさん、ニップさん。マタニティ。初めて聞いた。マタニティ。いやー、ありがとうございます。そうなんですよ。はい、桃栗3年、掛け8年、アルミ缶10年、漫才独演会というのをですね、10月12日ですね、はい、土曜日に
開催することになりまして、はい、単独ライブは毎年3月ぐらいにやってるんですけれども、うん、ちょっと独演会という形で、まあ何が違うのかと聞かれたらちょっと難しいんやけど、ね、まあでもまあとにかく私らが2人で、単独より固いのかな、ちょっとまあその文化庁芸術祭にも参加作品ということでですね、あの気合い入れてやってますので、ぜひ見に来ていただきたい、はい、今チケット売り出し中です。そうです、10日に、発売されて今もう半分ぐらいは売れてるってことだから、皆さんお早めにね、うん、チケット買うの、そうね、なくなっちゃいますからね、はい、そうなんですよ、ということでね、うん、あのまあ漫才を中心、漫才独演会なので漫才を中心でもちょっとね豪華なゲストなんかも今検討してますので、普段の単独ライブは私たちもゲストもなしでやってるんですけども、うん、ちょっと10周年をあの、ね、祝った企画をちょっとやりたいと思いますので、ぜひ来てください、はい、こちらの柿の種さんもね買ってくれたって、あ本当ですか、嬉しい、はい、桃栗3年柿8年アルミ缶10年のチケットを取ろうと、うん、土曜日の10時にチケットピアにアクセスしましたが、うわ10時になかなか繋がりませんでした、あらもう人気すぎて、有名アーティストの発売日と被るとよくあるんですが誰の発売初日と被ったのか見てみると、お氷川きよしさんやJリーグサッカーと被ってましたし、回線が混んでいた最大の原因は、うん、プラレール博 in 札幌だったかもしれません。いや、笑わら。いらんわそんな情報あそうかな、プラレール博そんな急いで買うの、子供好きやもんな、そうか、お父ちゃんお母ちゃん頑張るのかもな。他に同じ発売初日だったのが、うん、アルルカンというビジュアル系ロックバンドです。勝負パンツリスナーの中には、うん、アルミ缶とアルル缶を間違えて購入した人もいるんちゃいますか、うん、購入したリスナーさんに今一度チケットを確認してもらった方がいいと思います。ビジュアル系ロックバンド的なとこ確かにあるからな、ないやろ、やばいな、間違われてるかもしれない全然ないけど一応確認してもらった方がいいと思いますと、はい、アルミ缶の会場は心斎橋かどうぞ、うん、アルル缶の会場は関東や大阪ビッグキャットですよ。いやすごいやんでもそうやね、アルル缶ってちょいちょい出てくるよな、あそう、なんかアルミ缶かと思ったらアルル缶って出てきたりしてて、知ってたん、ビジュアル系バンドの存在を。あ知ってたよ私は。あそうなんや、アルル缶っているんやと思って、ちょっとお会いしてみたいな写真送ってくれてるけどこんな感じだよねうわものすごいビジュアル系バンドやねドキドキするね、ちょっとお会いしても何喋っていいか分からんわ確かに、なぜアルル缶なんですかってとりあえず聞くとは思うけど、ね、聞きたい、うん、すごいね、うん、だから、生アルミ缶を楽しみにしていますと、柿の種さんも買ってくれたとありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこっち行きますよ、うん、アリノパン高橋さんです。はい、10月の漫才独演会のチケットを発売日に買いました、うん、わーすごい、皆さん独演会のチラシのコピーをラミネートしてお店にも貼っています。すごい、小さいので何人の目に留まるか分かりませんが、きっと今回も、早々にチケット完売してしまうのでしょうけどね、と、あ、 ありがとうございます、台風が涼しさを運んできてくれるといいですが、まだまだ暑さが続きますので、アルミ缶のお二人も体を壊さないようにしっかり食べて夏を乗り切りましょう、ということで、ありがとうございます。で、あ、ほんまや、あ、貼ってくれております。もうね、あ、ちっちゃい、いやいやいやここ嬉しいよ、ちっちゃいけども貼ってくれております。私らのサインとかね、私らのトートバッグとかも貼っ、うん、お店に貼ってくれたり、ほんまや、こっちサインかしてますから、嬉しい、ぜひ有野台にある有野パンさんに行ってみてください。どれくらいのサイズなんやろ、うん、持ってるよ、まあ、ええやんか大きさええやん、いや大事やん、貼ってくれ、店に貼ってくれてんねんでありがたいですね。もう一個行こうかな、高橋さん、はい、うん、8月10日に心斎橋門座へ、うん、女芸人さんだけのライブを見に行きました。おあれだけ女性だけが集まると華やかで、ネタ女、いつものライブとは違う雰囲気でした。お、ありがとうございます。いろんなタイプのネタが見れましたが、うん、アルミカンさんは安定の正統派漫才だなぁなんて思いながら見ましたよ。ありがとうございます。後半のトークコーナーで、うん、トリを取った赤坂さんがさすがと言えるぐらいグダグダっとしたトークで、うん、なんだか少し安心感を持ち面白く見てました。 ありがとうございます。やっぱり鳥やからね、ここはグダらないとと思ってね。違うでしょ、じゃああとはわざとですよどこで安心感持ってんねん、高橋さん、ね、あと番組で何かあったら出てくる美里さん、うん、今回初めてネタを見られて、ほんますか、衝撃的な腕プルプル、うん、でも何度か見るうちに腕プルプルが面白くなって笑いの感覚が麻痺しかけましたいやいやいや、あれは面白いから安心してくださいよ、大丈夫です。一つ質問なんですが、門、うん、さんの舞台の上から客席のお客さんの顔って見えてるものなのですか、あそこにあの人がいるとか分かる感じですか、それによって次回から座る場所を考えようかと。見えるよね、めちゃくちゃ見える、めちゃくちゃ明るいから、うん、あそこ、うん、本当に、え、
その高橋さんは見える方に来るってことかな。わからん、それは書いてない。どっちなんやろね、見えたいのか見えたくないのかわかんないですけど、まあただめちゃくちゃ見えますし、どこでも見えます、大体。まあ私はあんま見たくない。そうやな、見るとネタ飛ぶもんな。そうそう、できたら高橋さん後ろ行ってください。でもまあ誰かしらが前には座るからね。そうなんですよね。そう、でもう一枚いきますよ、ほんならボレールさんです。10日土曜日のザ・ネタ女見に行かせてもらいました。ボレールさんもありがとうございます。心斎橋角座がオープンしてからだいぶ経ちますが、ようやく行くことができました。ありがとうございます。最近夏バテ気味で体も心もボロボロだったんですが、お二人の漫才を漫才で笑わせてもらい、お二人の美貌を久々に生で拝見させてもらい、夏バテが解消しました。おありがとうございます。アルミカンがおっさんの夏バテ解消にこんなに効果があるとは驚きです、ということで。ありがとうございます。いやそうなんですね。じゃどんどん晒していかないといけないですね。そうやな、私たちのおっさんの夏バテ解消のためのラジオでございます。いやありがとうございます。いやお姉さんも聞いてほしいけど ね、 ね、せっかくちょっとお色気のある番組やってるのに。はい、いやでも本当に今週はそういうね、女芸人のライブがあったりとか、うん、あとはあれね、あの先週のこの収録終わりに高橋師匠の忍ぶ会に行かせてもらいまして、はいはい、横山高橋師匠がね、うん、この間に亡くなられたんですけれども、うん、それでまあ忍ぶ会という形でね、皆さんで見送らせてもらうというようなやったけど、やっぱすごかったね。ねえ、いっぱい聞けた。なんか漫才師冥利に尽きるなというか、うん、お花もすごい量で、うん、もう高橋師匠のあのね、うん、金ピカの衣装の高橋師匠が真ん中にいて、うん、でいつも加えてたこうハンカチをちょっとあしらったようなこう赤いお花のラインがね、角座を表してるのとかってなってた。角座のあのあれやん、寄せ囲いの中にお花畑があって、なんか 黄色と赤は金とあの赤の、あそういうことか、そう、金の衣装と赤のハンカチをイメージしてるって書いてあった。そういやでもすごい、やっぱりすごい漫才師なんだなって改めて感じさせられましたけど、各局のねいろんな方も来てたし、ね、めちゃくちゃ来てたし、あとはね、うん、あの事務所を超えてオール阪神・巨人さんが来てたりとか、そうやそうや、あと、まあ、松竹芸能でも春安子恵子さんとかね、うん、あと、まあ、師匠方全員来てた、うん、ね、うん、来てたりとかして、そう、まあ、都市師匠とかも初めね、うんうん、来てましたけど、またいやすごいなと思った な、うん、でも一番すごかったのはその会の後の立食パーティーの豪華、うん、ご飯の豪華さ、びっくりした。すごかったね、忍ぶ会ってこんな楽しくてええめっちゃ豪華なね、もうリーガロイヤルやったからね、そうあんなにしっとりさ忍ぶ会で広志師匠も号泣されててね、感動して、もうもらい泣きというか、ね、うん、すごいいろいろ思い出されたし、うん、でまあ広志師匠がね天国行っても一緒に漫才しようみたいな、あんなもやっぱり感動するやんか。そう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 、あと国尾師匠も、ね、いや面白かった。国尾徹師匠の弔辞がもうすっごいなんか良かったな、ね、笑いあり涙ありというか、うん、う国尾師匠がねあの、うん、高師匠から電話が結構その晩年といったらあれですけど、毎朝8時半からかかってきたっていう話をされてて、うんうん、あれは何やったんむちゃくちゃ受けてたよな。もう教えてくれへんもんな。教えろってあの写真に向かって教えろって言ってたのむちゃくちゃ面白かったよな。いやいやそれも教えてもらえないけど、ね、まあでもなんかあったんやろな高橋さんなりに、ね、とか、うん、まあそういうのもねあって、そんなにジーンとしてたのに、うん、そうじゃあこっちで立食パーティーってなってこうちょっと部屋を移動して、うん、みんなもうワイワイワイ久しぶりーローストビーフでローストビーフえ、今井のうどんもあんで言うてそう、今井のうどんとかで、ね、美味しいお店のがいっぱい来ててみんなテンション上がりまくって食べまくってしまいましたけど、ね、まああんだけ楽しくみんなで後輩、うん、先輩から後輩までで送り出したら楽しい、うん、高橋さんを楽しんでいただいてたら、ね、よくいいんですけど、ね、わしのこともうちょっと悲しめって言いそうやけどほんでその、うん、食べてたんやんかその立食をね、うん、そしたらなんかね一、ね、人の女性の方がまあと私に、うん、私らにね近づいてきて、うん、ほんでこう写真を見せてくれはったんですよ、うんうん、でこうねそこにはこう高橋翔とその女性と私らアルミ缶が写ってたんですけどね、うん、でねこうその写真を見せながらね実はねこう高橋師匠が実こう当時ねアルミ缶は絶対売れるから写真撮っとき言うて、うん、私はあのアルミ缶と高橋翔とあの写真撮らせてもらったんですって言って、うん、あの教えてくれはって、うん、
でまあそのね高橋師匠がそう言ってくれてたってもうめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、うわー本当ですかありがとうございますって言ってたんやけど、うん、いや売れてなくてごめんねみたいなちょっと ね複雑な気持ちもありましたね。わかりましたよ。高橋師匠ごめんね売れてる姿見せられなくて結構ね7年ぐらい前の写真本当に7年ぐらい前で絶対売れるから撮っときって言われて撮ったんよって、なんかちょっと売れてへんやんけみたいな感じに聞こえたよ。そんなそんな多分悪気はないよ。でもそうやね、高橋師匠って本当に前もちょっと話したけど、私らのことも最初の方とかすごく、あ次この次は来るのはアルミ缶やっていうのをすごい言ってくれたはって、高橋師匠がもうまだすごくお元気で、うんうんうん、結構そのねあの後輩から先輩まででこう寄せとかやった時に、うんうんうん、あのお正月寄せとかやったかな、うん、でもう師匠方がとりあえず挨拶して、もう若手はダイソー光圀さんあたりだけしか挨拶できないかった、いっぱい出てたから、いっぱい出てたから時に高橋師匠が、うん、いやちょっともう一人アルミ缶これ絶対売れるから最後に挨拶しといてみたいなこと言っていただいて、挨拶したこととかもあったよな。わちょっと覚えてないなんでやねんあそんなことがあったんですか。あったよ。いやそんなにだからそれぐらいいいと思って、売れると思ってくれ てくれてたのに、売れてる申し訳ないな姿見せすじまいになってしまって辛い脳ですわ。ほんまにね、頑張ります。か、ね、上から見といてください、はい、天国からね。本当にだからあとはまあその女芸人ライブもあってね、うん、女芸人ライブほんまにあんなにいっぱい後輩がいるって知らんかった。いやほんまにね。でも見て安心した。おばはんばっかり、おいおい結構おばはん多かったよね。おばはん多かった。いやでもやっぱそうなんやね、こうある程度年齢いって私の人生これでいいんかなってなった時に、うん、よし芸人やろうみたいな人が多くなってきてる、ね、結構何人かおばはんいて、うん、そう55とか言ってた、じゃあ50とか言ってたんか。美里さんより上やったもんね。55やった。55って言ってたよな。言ってたね、うち母親と一緒やで。うわー、すごない？でもそう考えたら若く見えるけど、そんな人とかがいっぱい入って、あと税理士さんが、現役の税理士さんがね、そうそうそう、なんか税理士リーナとか言ってそうそう、問題あったら言うてくださいって言われて、ね、心強い後輩が入ったりとか、ね、今も若い子も何人か入ってましたけどもね、すごいなと思いながらね見てたんですけど、でもそのシュッとした子が多かったやん。あそう、えそんないや太っちゃあんまいなかったやん。あそうか、みんな結構シュッとして綺麗な子が多かったから、うん、高さん気をつけなあかんで。そうかな、あんまり綺麗な子いないなと思って安心したけど、いやまだ分からない、ここから垢抜け始めたら若い子も多かったやっぱりスタイル良かったからね、まあ、赤坂さんスタイル良かったら大体可愛いっていう顔はどうでもいい、スタイルやからいやでもそうやな、若い子も入ってきたからちょっと頑張るのかなと思ったけど、ね、でトークコーナーもねいろいろと話をさせてもらって、うんうん、赤坂さん、まあ、最後取りやったけど、私もね、あのこのラジオで話したあのむちゃくちゃ美容室で、うん、あの絆創膏が当たって顔がうんですごい痛かったです、ね、デブは雑いわって赤坂さんにその次の日に言ったらうん、うん、その後輩が その人が何年か後に後輩として入ってきたっていう話をここでもう番組でもさせてもらったんですけど、うん、それをさせてもらって、うん、その後輩の前でそれをさせてもらって、うんね、いや大丈夫かなと思ってドキドキした、まあ、盛り上がったけど若干気まずい感じになるっていう、お互いにすいませんでしたと謝り合うっていう土下座し合う会光景やった。だってチキチキさんが喋るって言うからさ、なったけどでもその子がそのラジオも聞いてくれてたみたいで、むっちゃ落ち込んでたらしいんでごめんなさい改めてすいませんでした。知ってます。いやいやもう大丈夫やから、ね、今も美容師さんで、そうそう、はい、その時はあの絆創膏がね、そう、その時今はもう絆創膏ないから多分ちゃんとしてはると思うんですけど、そうそうそう、でもね美容室で言ったらちょっともう一個だけ話させて、おあの髪の毛切ったんですよ、見ての通り、ね、あの黒くしまして真っ黒になりましたよ、はい、うんうんうん、ちょっとサラサラにさしてもらったんですけど、うんうんうん、あといつもの美容室に行ったんですよ。そうマネージャーさんが引き立てんこになりましたね。発言やからちょっとね見てください皆さん YouTube あのそう YouTube でねまた綺麗になった私も見ていただきたいんですけど、うんうん、まあ美容室って本当に毎回さここでもいろいろ話させてもらってるけども、うん、ちょっとなんか今まで一番ぐらい叩き出したかもしれん。うそ、えイラッとしましたね。高橋さんってちょっとこうええー、とこ行ってんちゃうの。いやそうでもないよ、安いとこでも、うん、あのちょっとおしゃれなところではある、大阪って結構、うん、あの競争が激しいから値段は安いね。
そう。でも、まあ、いっぱい美容師さんがいるところに行ってるから、うん、結構変わんねん。しかももう当日とか前日に予約するから、なんか指名ができひんくて変わったりするんやけど、そこはあんまりこう、嫌な美容師さんというか、なんか変な人いないからいいなと思って行ってたんやけど、うん、今回はちょっと初めての女性の方で、女性、まあ、髪の毛がめちゃくちゃ長い人やったんよ。お、美容師さんが。うん、美容師さんがね。うん、で、まあ、ちょっとまあ初めての人やったし、あんまり喋るの好きじゃないけど、うん、めっちゃ髪の毛長いから、うん、髪の毛めっちゃ長いですね、大変じゃないですかみたいなこと。どこぐらいまであるの？腰よりちょい上ぐらいかな。へえ、お、垂らしてはんの？そう、垂らしてはって。あ、長いな。大変じゃないですかって聞いたんよ、うん、そこまであんまり喋らんかったからね、うん、したら、いや、そうなんですよ、みたいな。大変なんですって言って、ああ、みたいな。で、私でも結構大変やから乾かすのとか大変じゃないですかって話を振ってしまったんですよ。したら、振ってしまった。いや、いいよ。これが間違いやった。これが。いや、もう、あのね、そう、一番美容師さんとしてあかんと思う。話をしだすと手が止まんねん。あーらばー。もうコントかと思った、私。あ、これぐらいで、とか言って自分の髪とか触って説明しだすんやんか。こうやってやったら乾かしやすいんで、みたいな。あ、までもいい。乾かし方やからまだいいかなと思って、乾かし方は聞いといたらいいかな、乾かし方やから手を使ったんかなと思ったわけですよ。はい、はい、ね、思いますね。なんならそっから喋る喋る。そう、なんかさ、聞いてもないのに私ダイエットしてるんですよ。いや、知らんやん。いやで、なんか今ジム通ってて、でもなんか30になるとやっぱもう痩せにくくなりますよね、みたいな。向こうも私の知ってるからさ、痩せにくくなりますよね。でもお姉さん、なんか、細いですね、みたいなこと言って、うん、いやいや、そんなことないですよ、つって、うん。でもね、昨日もこういうやつやったんですよ、トレーニングでとか言って。また腕とかもこう使ってさ、髪、触ってたのに止めはんねやんか、手を。手を止めて、こっちの話のジェスチャーをやらはんねやんか。こういうやつやって、なんか、その、うん、こういつもと違う器具を使ってみたのに、うん、まだ筋肉痛きてないんですよ、年取ったなと思いますわ、みたいな。いや、もうどうでもいいから早く髪やれやと思って。いや、ほんまにすごいな。めっちゃハサミ止まんねん。もうずっとこらえてたんやね。いや、喋り出したらむっちゃハサミ止まって、なんか手を、うん、手で結構喋る人やねん。その手入らん時も、手入らん時もそれでみたいな、うん、で、なんかもうさ、なんやろ、電話しながらちょっとさ、なんか落書きする時とかあるやん、うん、あるある。あんな感じで髪を触らはんねん。なんかわかる？あー、でもなんか喋ってる、なんかこう片手間みたいな感じで、あ、わかるわかる。で、こうこうで、こうでこうでとか言って、うん、このぐらいでみたいな感じで手をめっちゃ使う、手使わんでいく。はよ綺麗や、伝えたかったやろ。止まって手が止まる止まるで、うん、でも、もう私もう話をやめようと。もう私結構やっぱりあのね、引き出すのがうまいんですよ、話を。まあやっぱりね、ちょっと何て言うやろ、なんか職業病なのか、インタビューをしてしまうんですよ、結構。だから、で、自分のこと聞かれたくないから結構聞いたりするんやけど、それをもうやめようと思って雑誌を読んだんよ。雑誌をね。もう雑誌を見出したらさ、これちょっとシャットアウトのサインじゃないですか。なんなら雑誌覗き込んで、わ、桐谷美玲や、みたいな。桐谷美玲っての着てる服とかって全然参考にならないですよね、うん、細すぎてみたいな。まあそうやけど、ね、いや、わかるけど。すごいね。そうやね。どこからでも話広げられる。めっちゃ喋ってくる。しかもめっちゃダイエットの話してくるね。そのなんかスイーツのページ見てたら、うん、ああ、スイーツかーっつって、今我慢してるからなーみたいな。うん、そんなぽっちゃりさんなの？まあまあちょっとぽっちゃりしてるけど。一番良かったより8キロ太ってたんて。ああ、そうなんや。そう。一番良かった時より8キロも太って、それもまた手でやんねやんか。もうええやん、そんなん。数字。言葉だけでいいですから、手を動かしてください。何回も思ったら手を動かしてくださいって。言われへんもんな。そうやねん、言われへんかったけどな。うん、ほんでさ、散々さ、30になると痩せにくい、30になると痩せにくいって言ってて、うん、いや、多分同世代ですわ。いくつですかって聞いたら29ですって。叫んだ。いや、年下やんけど。ってめちゃくちゃ腹立ったんやけど。ああ、もうむっちゃ腹立った。そうやねん、そうやねん、なんやねんと思って。じゃあ、じゃあ一個したやんけと思って。そう。もうとにかく手が止まる。あれは苦情けえへんのかなと思った。でもまあ、いつもの美容師さんと同じぐらいのスピードで終わったけどな、なんか。まあまあ私が途中からもうほんまに喋らないように気をつけたからっていうのもあるけど。そうやね、もうちょっとね、はい、ちょっとありがとうございます。すごいな。こんな腹立つこともあってって話でした。今夜もよろしくお願いします。めっちゃ面白かったけど、コントみたいやった。
もうずっとそう手はいよって動かす。アルミ缶バトル。毎回一つの題に合わせてアルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。はい、ショーパンツだけにね、はい。はい。美容師さんと勝負したいところですけれども。いや、それね、もう高橋さんノリに乗ってるからね。いやー、ムカつく。そうなんや。動かせって言おうと思いましたけど、ね、勝負は2分間ですから。はい。今回はこの味噌汁大臣さんの行きましょう。結婚を前提にお付き合いするのなら、うん、お二人が選ぶのは、うん、10歳年上の男性と10歳年下の男性、どちらでしょうか？おぉ。どっち？年下。え？あー、でもまあ、結婚やったら年下、でもな、私は年上かな、やっぱり。うん、あ、そう、10歳で。10歳ぐらいが一番いいやん。ええー、タワさんは30、40か。まあ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 、そっか、でもちょっとここの年の差があるのもあるよな。だって私10歳下やったら20歳になるもん。あー、若いな。妻25。あ、25やったりか。40、45か。45かってなるもんな。まあでもいいや。うん、じゃあ、年上と年下でいきましょう。はい。アルミ缶バトル、スタート。いや、私、年下と付き合ったこともあるけど、うん、全然続かへん。年上じゃないと無理。だからもう無理。いやいや、そんなことない。年下はいいよ。何がいいの？やっぱり若いっていうのがいいし、やっぱりこう情報とかも新しいやん。それをこう教えてくれるっていうのは、やっぱいつまでもこっちが若くいれるやん。いや、いいじゃない。そんなことないよ。いつまでもこっちが若くいれるのは私の方ですよ。年上と付き合った方が自分の方がずっと若くいれる。引きずり込まれるって、だからだんだんじじいになっていく。そんなことない。年上は可愛がってくれるよ。やっぱりね、年上の方がね、あの余裕があるんですよ。年下ってね、こっちもね、なんか、いや、なんか年下やんって思ってしまうとこがあるね。でも年上は余裕があるから可愛がってくれるし、したらずっと若々しくおろうっていう気持ちにもなる。でもその男だって飽きるし、やっぱりずっとは可愛がってくれへんと思う。最初はね、可愛がってくれるけど、でもこっちの若い方は、うん、やっぱそのやっぱこっちが可愛がらない、うん、おばはんやなって思われるんで。いや、でもたまにその大人っぽいところを見た時に、うん、うわっ、こいつ大人っぽいとこもあるやんけって、すごい株が上がるやん。お母さんですかって言われたらどうする？いや、だからこっちも一生懸命若くいようって折れるやんか。だからさ、もうおっちゃんやったらもうそっちで。いや、私そんなお父さんですかって言われたら嬉しいやん。でもお母さんですか、お息子さんですかって言われるかもしれない。いやいや、それはこっち頑張るから。赤坂さんなんか私と歩いててもお母さんですかって言われたことあるんやから。いやいや、だからその、老けた子を選んだり。なんで老けた若者？いや、若いから、せっかく10も若いの行くんやったら若い子の方がええやんか、見た目も。なんで老けた若い子行かなかった？そうなるし。でも中身は若いんやで、最高じゃない。中身悪いって青いってことやんか。いや、年取ってる方がいろいろ人生経験もしてるし、頼りになりますよ。いや、それは。おじさんの可愛さっていうのもあるしね、今時の若い子ってしかもね、男としての自覚が少ないんよ。いや、おじさんの方がね、だいぶお金も持ってるし。いやいや、おじさん今な、お金持ってないおじさんいっぱいおるで。みんなおじさん持ってると限らんで。さあ、未来がある若い子の方が。では、はい、今夜の勝者をお願いします。はい。そうやな、厳しかった。いや、若い子やったら、うん、おじさんは先死ぬでっていうのを言うべきやったじゃん。はよ死ぬでって。いや、でも死ぬのはちょっとわからんやん。男女の平均寿命、高橋さんいろいろ苦労してるから、高橋さんの方がこう先死ぬ可能性あるからさ。そうやな、そこはいい。まあ、10個ぐらいやったらな、うん、まだもっと20とかやったらな、ちょっと弱かったな。老けた、だって老けた若い子と結婚するって意味わからんもん。そこが悪かったな、ね、そこが悪かったな。確かに、老けたの選べばいいやん。選択せねあかんかったね。ちょっとずれたな。さあ、ということでですね、皆さん、こんな、でもいいお題だったんじゃない？ねえ、ちょっと微妙なラインやもんね。ねえ、うん、確かに。皆さんもお題を送ってください、はい、お願いします。メールはパンツアットマーク obc1314.co.jp です。以上、アルミ缶バトルでした。パンツの時間。はい、毎週いろんなテーマでトークをしていきますが、今日はパンツのニュースでございます。はい、そうなんですよ。8月2日パンツの日やで、はい、8月はショーパンツ月間やって、この番組も盛り上がって、こうやってポスターとかね、ゆる、はい、キャラも作ってやってますけれども、ね、はい、パンツの日が結構ね話題になってまして、
いろいろとニュースがびっくりした。そんなに話題になってると思わなかったね。自分らだけは思ってたけど、はい、ちょっとねいろいろと紹介したいんですけれども、はい、こちら玉ひよオンラインというのでですね、うん、載ってたやつなんやけど、うん、8月2日パンツの日、うん、女性から男性に下着を送る日とか、そういう風にもなり始めてんの。あ、そうなんや、うん、仕向けてるわけやな。1984年奈良県に本社を置く下着メーカー、うん、磯貝夫なんていうのかな、めちゃくちゃ難しいな、うん、ちょっとね読み方ごめんなさい調べてなかったんですけども、うん、8月2日パンツの日に、制定されました。この日が選ばれたのは、うん、この会社の自社ブランドにシルビー802という商品があったことから、うん、でその後大阪に本社を置くオグランなど下着メーカー2社がパンツの語呂合わせから8月2日のパンツの日に、うん、なお2018年にツイッターでパンツの日が最も話題になった記念日部門の年間1位を飾ったらしいんですよ。でもこれちょっとこの番組も加担してるよね。パンツの日去年から結構騒ぎ出したやん。そうそうそう、広めてるからね。だってパンツの日にその日がちょうど生放送やったもんね。あ、去年は。かそうで、パンツ協会立ち上げたのもこの日ですからね。おお、だからね、ちょっとだけ多分、うん、あの貢献してると思う。感謝してほしいね。そうなんですよ、まあでもそういうパンツメーカーがやっぱり作った日あったってことよね、うん、でもまあそれでちょっとこの記事では、うん、パンツの悩みを取り上げてて、うん、ママたちはどこでパンツを買ってるの、やっぱり出産後は下着を買うお金も時間もかけにくくなるもの、あで通販で安いものを買うとかなり生地が薄くて肌が透けることが、スーパーの下着売り場でサイズや肌の透けにくさを確認して買うことが多いですとか、無印良品のオーガニックコットンパンツでおへそが隠れる深いタイプです。脇、ね、に縫い目がなくサラサラしていて履き心地がいいんです。ただし、うん、見た目の色気はゼロですとか、 あと無印ユニクロのシームレスパンツは食い込まないとか、やっぱり食い込みが結構悩みだみたいな人が多い、はあはあはあ、やっぱり年を取ると謎の肉が出現したせいなのでしょうかというふうに書いてあるんですけれども、確かに痛いもんな。むしろ肉が重力に逆らえなくなる年代こそパンツには力を入れるべきなのかもしれませんというふうな記事なんですけれども、赤坂会長はパンツの悩みなんかありますか？パンツの悩みね、うん、いやでもやっぱりその時間がかかるんよ、やっぱパンツ買うの、そのなんかこうデザインもそうやし、うん、なんかパンツの形によってやっぱり私ちょっとね太ももは結構太いんですよ、うん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 、だからなんかこう美しく見える形はないかなというんで、それが瞬時に分かったらいいのになとか思うな。あんまり試着できへんもんな、パンツ。そうやね、うん、だからこう見ながらイメージとかしてね、ねえ、よっぽどええの買う時とかやったら試着してもいいかもしらんけど、あとやっぱり私あれやな、ティーバッグ履きたいけど、うん、食い込むのは嫌やな。そうやねんな、あれ気持ち悪いよね。食い込むの痛いよな。ずっと履いてたら慣れるって言うけど、慣れるんかな。あ、そう。いや、なんかやっぱりセクシーやなと思うんやけどね、ティーバッグは、うんうん、私な、そのチョコレートパンツっていうの昔、この番組でもね何回かパンツ当ててたと思うんですけど、あれってちょっとボクサー系なんですけど、ね、だからこれもボクサーがちょっと最近その食い込むよね。え、ほんと？え、ボクサーパンツが人気って言ってるよ。人気というかその食い込まへんって書いてあるで。そう、あの、うん、チョコレートパンツはボクサーやねんけど、すごく股間の部分が食い込んで、うん、痛いの。股間が食い込むね。ボクサーやのに、うん、なんか意外、ボクサーパンツやったら股間食い込みにくそう。やっぱりこう、あの太ももの部分に逃げがあるから食い込まへんのかな。やろう、うん、でもあのパンツだけはあかんやん。食い込むね。だからちょっとそういうのどうにかならんかなと思う、ね、でもなんかパンツをやっぱ履き心地だけにこうしだしたらおばさんって思う。そうやねん、面がいいってなるもんな。そうやねん、履き心地だけを追求しだしたらおばさんになってる気がして嫌やねんな。もう女を諦めた感じせえへん。まあええんやけど、しかももうそのパンツにやっぱりお尻も合っていくと思うねん。そうかもな、ね、私その友達が割とそうやねんやか、うん、そのもう見た目よりも履き心地に行くんやけど、確かにそれは残念に思うもんね。そうやろ、だからもうサイズとかがあやあいみたいな感じになってから、うん、もう上下もバラバラやし、確かに気分変わるからね、うん、手抜き出したらやっぱりちょっといいたらスタイルにも関わってきそうな気がするからな、うん、でも確かにその履き心地も大事だし難しいところですよね、うん、
もう一個いきます。こちら、WWD の記事ですね。8月2日のパンツの日を前に、パンツについて考えるトークイベントが7月27日と28日の両日、東京と大阪の銭湯で開催された。もう最高やん。主催したのはメンズアンダーウェア、メンズアンダーウェアメーカーのトート。マスの社長かな、は、パンツは一日中身につけているにもかかわらずないがしろにされがち、年に一度ぐらいは改めてパンツについて考えてみる機会があってもいいのではと企画した。私たち毎週考えてますけどね。そうですよね、ずっと考えてますよ。銭湯ならパンツ一丁でトークイベントができるし、銭湯は社交の場であり粋な人たちが集まっていたので、パンツの日にふさわしい会場だと思ったと話すということなんですね。面白い。あとなんか普段はオリジナルのマイケル・ジャクソンの衣装で演じるジャクトンさんっていう方も参加されて、この日は特別にパンツ一丁でダンスも披露。いつものティーバッグだと股に食い込んでダンスに集中できなくなることもあるが、トゥートのパンツだとほとんどずれない、いつもより少しキレッキレに踊れる気がするというふうにね、喋ってたりとか。だからそういう、まあ、いろんな方々で一緒に、男の人だけよな、そうやね、これがダメよね、悔しい。男だけで喋ってもダメよ、パンツのことをね。ねえ、やっぱり女性もね、交えて話すのがこのラジオ、やっぱ女子がやってるっていうのは強みですよ。でも女子がやってるからこそパンツ一丁で踊れないっていうのがね、難点ですよね。そうだね。さすがな、笠原さんもふんどしで踊ることはできないですね。そう、気遣っちゃうわね。これけど悔しいな、銭湯。でも銭湯でやるっていうのもちょっと邪道な気もするけどな。パンツ脱ぐとこやん、銭湯は。あ、そうか。うん。どこでやるのがいいじゃん。待ちやったらあかんしな。変態になるしな。下着売り場？いや、そのちょっとなんか下着のフェアっぽい感じがしてな。確かにむずいよね。いや、でもパンツイベント悔しいな、これ。先越された感じするな。やりたかったな。もう一個あんねん、これも。うん。こちらも、こちらね、意見新聞ですかね。8月2日パンツの日、毎日の生活に欠かせないものながら地味な存在のパンツへの意識を高めようと、インナーブランドや売り場では関連イベントを開いている。あ、してんねや。そう、そうなんや。で、そごう・西武の婦人インナー売り場は1日各店でショーツを、積み上げて特設売り場を立ち上げた。先行してスタートした西武池袋本店ではカジュアル、コンフォート、セクシーに分類した特設売り場を設け、ポップも活用して訴求を強化。2日にはパンツを購入した人にパンツをプレゼントする。すごいね。何枚もらえるってこと？期間限定出店するデリケートゾーンのケアコスメ、イロハにちなみ、5日にランジェリー、恋愛、デリケートゾーンのケアをテーマにしたトークショーを予定している。わー、いいやん。めっちゃいいやん、こんなん。確かにデリケートゾーンのケアコスメなんていうのもあるんですよね。あ、そうなの。あのデリケートゾーンの匂いとかをさせないようにするような石鹸だったりとか、ちょっとこう、ね、荒れたりしないようにするようなものだったりとか、はいはい、まあ、女性はね、その月一のものが来るからちょっと蒸れやすかったりとか、ね、あるからね、ありますからね。わ、知りたい。確かにその自分一人で悩んでるところあるもんね。そうやね、喋らへんもんな、いいね、あんまり。うん、こういうのもあるということでね。あ、そういうことか。で、ホームページで毎月テーマを設けて発信するワコールスタイルも、8月はパンツがテーマ。ピーチ・ジョンは、パンツ製のパンツ王子をパンツへの関心、なんて。呼んでる。ピーチ・ジョンは、パンツ製のパンツ王子を、あ、パンツ、そういう星ね。星のパンツ王子をパンツへの関心を高めるキャラクターおるんや。すごい、いや、悔しい。パンツ王子おんの？オンラインで王子と共にパンツの知識を学ぶパンツ系って、あんの？7日まであったんやって。ピーチジョンザストア、新宿三丁目店では、7月29日に地球人に姿を変えたパンツ王子が来店し、なんなんそれ、どういう設定の形で、記念撮影やクリスピークリームドーナツを配布するイベントを実施した。いや、こちら SNS で拡散し、通常の日曜日を大幅に上回る830人が来店した。すごい。そこ820人じゃないねんな。ね。パンツ人じゃないやん。ま、真実を述べはったやな。いや、すごいね。あ、結構イケメンやん。パンツ王子、お前やな。日本人ちゃうやん。お前や。ね、西洋の。写真が載ってるけど。うん。
で、トリンプインターナショナルジャパンによると、女性のショーツの所有枚数は平均 9.9 枚、10枚と回答した女性が2割強、うん、7から10枚で全体の4割を占めるらしいよ。うーん、赤坂さんバリクソ多いやん。すごいな、私やっぱり金あの王妃やな。10枚以上なんか 9.3% でも私も10枚以上は持ってるかもな。なあ、パンツ王妃狙いたいですね。そうとかね、うん、もう一つね、グンゼ株式会社は、うん、8月2日パンツの日、ブリーフ派、トランクス派、ボクサーパンツ派、それともと、あなたのツイッター投票でパンツ日本一が決まる、うん、ネットパンツ甲子園が開かれ、ツイッターで開幕。マジですごいな、いろんなやってんやな。8月2日で締め切りやったらしいけどね、結果はどうなったのかちょっとわからないですけれども、うん、そんなもやってたんやって、赤坂さん、会長これちょっと頑張らなダメですよ。やばいな、負けてられへんな。っていうかこういうイベントにそろそろ呼ばれてもよくない？もうちょっと拡散してみんな。そうよ、こんだけだめ、こんだけ毎週パンツの話してみんな年1回やろ、どうせこんなに頑張って下着メーカーがやってるんやから、そこに、ね、なんかパンツのキャラクターにしてほしいやん な何が足りへんのやろ、なんで呼んでもらえへん、説得力、まあリスナーさんの数もっとこれがだってハッシュタグアルミ缶パンツが普及したら、うん、ちょっとグンゼもトリンプも黙ってられへんのか、ね、ピージジョンとかもね、あとちょっと赤坂さんがふざけたパンツを履きすぎっていうのもあるかもしれないですけどねあ、この人ふざけてはるからふざけてはるからあかんなっていうの、いでもマジでそのほんまに市販されてるワーコールさんだってグンゼさんだって、ね、そのピージジョンさんとこういうのを出してんのに、あいつには履かせたくないくっそあいつに履かせたらふざけた感じになるからっていうのはあるかも。もうちょっとなんかキャラクター感でね、そうやな、ちょっとこれをいい感じで見てもらいたい。来年のパンツの日には、うん、パンツ関係の仕事がゲットできるのをちょっと目標にせえへん。そうやね、この番組以外でぐらいの感じで、うんうんうん、だってせっかく全日本パンツ協会立ち上げてんねんから、うん、ショーパンツ協会はね、うん、はい、ちょっと皆さんさらにだからこの番組盛り上げてくださいね、リスナーさんも協力してください、はい、私たち来年に向けて頑張りたいと思います、でもし呼ばれなかったとしても私たちもなんかイベントしよう来年、そうやね、なんかそんなんちょっとパンツの日やし、ね、目標を作っていきたいと思いますので、うん、皆さんもですね一緒にアルミカの今夜もショーパンツ、そして全日本ショーパンツ協会を広めるのに盛り上げて協力していただきたいと思います、よろしくお願いいたします、うん、やっぱ女性向けが多いんかな、うん、全日本勝負パンツ協会テレカギ、さあ、はい、この活動ですよ、そうですよ、やっぱこの活動をね広めることで、来年のパンツの日の私たちの仕事量が決まってきますから。そうですね。ちゃんと真剣に向けていかない。今月はショーパンツ月間ですから、私たちはもっともっと盛り上げていきたいと思います。皆さんもう多分ね、終わったことみたいな、パンツの日終わったから。終わったことみたいになってるから、私らはもう8月はずっとパンツパンツ言い続けますよ。はい。はい。ということでですね、今週の課題は何でしたっけ、そのね、新しい機能、ね、はい、そう、ショーパンツについて新しい機能とはということで、どんな機能がいいかを考えて送ってくださいというお題でしたけども、うん、ちなみに会長はどうですか。会長ね、いろいろ考えたんですけど、まずあったらいいなと思うのはこの夏、うん、ずっとこうパンツの中を心地よい風が流れてくれるパンツ、よくない、うん、ずっと風が流れてるんで、まあいいけどね、蒸れるからね、そうそう、でお尻から冷えてくんだから、うん、体全体冷えるやん、確かに、どう風流す、あのさ、うん、今あるやん、あの工事現場とかのね、作業員の方とかが着てる、なんだろう、うん、作業着 に、ね、腰の部分にこう、そう、扇風機ついてるやつが結構流行ってた、あれほんまに涼しいらしいけど、パンツ膨れてたらはずないあれも結構膨れるやん、マッチョみたいになるやん、パンツボーって膨れてたらちょっとはずパンツも測れへん、あいつめっちゃケツでかいやんってなるもんな、確かにね、わあ、なんかいい、どう風流すかがむずいよな、ね、でも私も同じようなの、あのパンツが冷える、うん、股間を冷やしてくれるパンツがいいよね、あるらしいんやけどね、ちょっとひんやりしたのはあんねん、調べたらあるらしいけど、うん、私すっごい股間汗かくの、
あ、そうなんや、うん、なんかあんまり顔とか上半身描かへんのに、描いてよね、股間べちゃべちゃになるの。いや、なんなんやらしいわ本当に。なんなん、常に興奮してるの。そうそうそうそれもあるかもしれないけど、そうなんや、そんなこと。いや、結構かすきやすいから、うん、股間を冷やしてくれたらいいなと。やっぱりね、うん、汗で蒸れたら気持ち悪いし、パンツ何回も履き替えるわけにいかんからっていうの、うんうんうん、あとはこれはどうですか、うん、何ですか、あの脱げ袖脱げないパンツ。どんな言うのそれ。もうちゃくちゃこう脱がされた時に、うん、なかなか脱げないの。スッてまた戻ったりとか、うん、またでなんかちょっと知恵の輪的な感じでこう、うん、脱がそうとすればするほど脱げなくて、うん、なんかちょっとした優しさを見せてくれた時にスッと脱げるみたいな、うん、いらないなんでよこれ盛り上がるって絶対夜が盛り上がりますからつくだけで楽しいっていらない他なんかありますか。私はね、あの脱毛してくれるパンツどうですか。いやキモいやん、なんかそれは別やってパンツにつけんでいいって。常になんか赤外線みたいなのピー当ててくれてんのか。こうやわーくね、うん、優しい感じ。赤外線で脱毛できるか分かる。パンツパッと抜いて、あ、毛がなくなってる。でも分かる分かる、あの光脱毛みたいなのってね、今いろいろあったけど、うん、あれってすっごい通い続けないといけなくて大変やからな。あ、そうなんや、うん、2週間に1回のペースで通い続けないといけないし、そんなんかいい、だから確かにずっと当て続けてくれたら。いや、でも待って待って、ここあそこだけツルツルなるで、他はいいな。お前な、困るな、なんかツルツルなんですかも。ツルツルのはずない。ちょっと股間だけ削る。確かにね、だからまあ程よくなんかそのなんていうの、あのなくしたいとこだけなくされるっていう。そうですね、ちょっと実用的ではありますけど、うん、ちょっと難しそうですね。あともう一個いい、はい、排泄物とかあるじゃないですか、うん、その匂いとか汚いじゃないですか、うん、それをなんかこう、うん、なんか素敵な綺麗なものにしてくれるパンツ、うん、ないわないし、もうちゃんとトイレでし排泄物。いや、このおむつやろおむつやつ。排泄物が綺麗やったらさ、なんかパンツのイメージもどん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 なんか良くなってさ、うん、なんか排泄物はトイレです。それはトイレの機能じゃないですかトイレでね、排泄物をなんか綺麗な石鹸とかにしてくれたら嬉しい。そう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 。いや、でも使いたないわそんなもん。そう、じゃあ皆さんの活動も見ていきたいと思います。はい、まず、うん、ほらいつものヨッシーさんがね、ヨッシーさんしっかりと活動してくれてますから。はい、先週の放送で神戸三宮にあるサンプラザ地下1階にあるステーキ屋ケンちゃんを訪問したことをお伝えしましたが、うん、はいはいはい、この番組が放送されている火曜日の夜に、うん、再びお店を訪問してきました。わ、2階行ったのね。すごい。ありがとう。お店の入り口で立っていると、うん、先日応対してくれた男性店主が、うん、あ、先日の件ですね、オーナーに確認したら協力してもいいと言ってくれましたので貼ってもらって構いませんよと言われたので、あら、誰にでも目がつく店内の壁にいつものステッカー付き特製チラシを貼ってもらうことができました。わ、神戸三宮にあるサンプラザのいろいろな飲食店に協力していただいておりますが、うん、ラジオ大阪の関係者と間違われないように、うん、番組の普及活動と広報活動に今後も取り組んでいきたいですアルミカンのお二人もお時間があればぜひ足を運んでみてください。いや、もう誰なん。いや、ありがたいね。どんだけ丁寧やね。心強いわすごいよ、ちゃんと貼ってくれてます、お店のポスター。ちゃんとポスターも最近綺麗なんよ。お前シワシワやったのに。そうで、すごいね、このステーキ屋ケンちゃん、可愛いお店ですよ、うん、メニューとかもね、黒板にね書いてあるんですけれども、おしゃれな、男性ランキング欲張りセット、女性ランキングチーズ石焼きチーズ炙りステーキ丼やって。美味しそう。ステーキ屋ケンちゃんというお店です。三宮ですね、こちらのセンタープラザ、サンプラザ地下1階かにね、ぜひ皆さん行って、もし行った際にはですね、はい、アルミカンの今夜もショーパンツで聞いたよっていう風に言っていただいたら、うん、このヨッシーさんもただの変なおじさんにならないで済むので、ちゃんとラジオで確認ね、でちゃんと広めてくれてるんやなって分かってくれたら貼ってよかったっていう、ね、ラジオでいっぱい来てくれるやんってなったらいいもんね、うん、そうよね、だから言ってくださいね、うん、ちょっと恥ずかしいかもしれないけど。さあヨッシーさん、もう一個、うん、今回はいつも以上にかなり真面目に考えてみました。あら、ありがとうございます。2枚絵を描いてみたのですが、うん、1枚目は好きな男に初めて会う時にこのパンツを履くと真剣にお付き合いができるパンツ、うん、ということで、ハート型、ハート柄のね、可愛いパンツですね。でもちょっとこんなにハートいっぱいあったら気持ち悪いよね。でもう一枚はなぜか、私たちの似顔絵で、うん、今夜もショーパンツ、この番組では絶対に作成されることないオリジナル T シャツのデザインの絵を送ってくれました。いや、絶対あ、私らの顔をね、そうそう、描いてくれて、いや確かにリアルで怖いわ、うん、これ次行きましょう。恋するサボテンちゃん、勝負パンツについた新機能は、うん、我に返る。
やばい。いや、パンツで冷静になっちゃうの。我に返ったらあかんやろ。私何やってんやろってなるんだ。グッドレマッ、あ、Google マップに位置表示される。いや、怖い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 。あかん。これは浮気がバレますよ。鎧になる。すごい、パンツが守ってくれるね。かん。それはいいかもしれない、まあ、ね。なんか狙われた。防犯予防になる。確かに。あと、ちょっとだけ大きく見える。あ、男性の場合ね。これはいいかもしれない。いいのかもしれない。ちょっとだけっていうところがミスですよ、うんうんうん。でも別に女の人そんなね、うん、パンツ越しにちょっとだけ大きいからって興奮したりそんなしないけど。そうよね、そんなに。そんなにや。いや、そう。ね、ドラマとかではよう大きい方がええとか言ってるけども。ドラマ、どんなドラマ見てるそんなドラマはないけど。そうですか。モモンガさん。うん。機能1。うん。紙幣収納装置を備えていて、1万円入れるたびにパンツの色が透けてきて、しまいには完全に見えなくなる。持ち主の顔もだんだん美人になり、うん、初めは赤坂さんでも最後にはサオリになる。なんじゃそれ。いやいや、いらんわ。いいですね。いやいやいや、これはその例えがよくないよね。最後にはサオリになったらいいかもしれないね。いやいや、あと1万円入れるたびにパンツの色が透けてくるのいいかもしれないね。もうちょっと、もうちょっと透けさせてって。いや、もうそういうお店じゃないの、なんか。確かに。あと、即座に結果が出る妊娠検査機能。DNA も採取するので、相手は申し開きではできない。あの機械じゃなくて、パンツで測るってこと、うん、いるそれ。確かに。わざわざパンツで。でも DNA も採取してるから、もう相手もちゃんと特定するという。そうか、まあ、それはいいのかもしれない。やり逃げ防止のため、カメラ機能付き。ただ画像をエロサイトに流される恐れもあるので、注意が必要。いや、怖いよ。あと、うん、相手がセレブの場合のために、裏地は婚姻届になっていると。うん、それいいかもしれないな。それはいい。別にセレブじゃなくてもいいかもしれないけど。うん、いざという時すぐ出せる。そうそうそう、あ、こいつとは相手がいい。いやいや、でも結婚やん。でも盛り上がったタイミングでなんか、うん、あ、押しちゃってさ、うん、後でちょっと後悔しそうな気もする。モモンガさん、防犯ブザー付き、変な相手でも安心。いやでもビービーなったところでさ、もうそこまで行ってもてたらちょっと鎧の方がいいんちゃう、それやったら。うん、モモンガさんもう一個、うん、あ、これも妊娠検査機能付き、すぐに結果が分かれば便利です、うん、でなんかあったんかちょっとな、せかされる感じがして、ね、モモンガさん、じゃんけん付き、パンツにグーチョキパーの絵が書いてあって、うん、相手にグーチョキパーを言わせたら、あ、言わせて負けたら脱ぐ。いや、それいいよ、もうそれさ、書いてる必要ある？じゃんけんしたらええんちゃう。モモンガさん、うん、信号機付き、良くない相手だと赤信号がつく、うん、あ、イエスの枕みたいな感じね。いやいや面白いやん。赤信号ついたらどうしたい。いや、もうとぼとぼと帰るしかないよね。じゃあパンツまで行くなよという感じ。ほんまやな。モモンガさん、うん、婚姻届で作成し成功したらゴールイン、うん、おー、やっぱりいいですね。めっちゃ送ってくれてくれてんだよ。ポイズンソリマチさん、ショーパンツについた新しい機能、うん、意中の人が好むフェロモンを出してくれる。あ、めっちゃいいな。これはマジでいいな。でも真実の愛じゃないわね。そうやねん、そうやねんな。その人に沿った、だからずっとそのパンツ履いとかなかった。そういうことやな。でもフェロモンってあるからね。ポイズンソリマチさん、ずっと履いてないとスマホにお願いだから履いてくださいとメール送ってくる。あー、いいよ。めっちゃおもろくないこれ、ね。赤坂さん、めちゃくちゃメール来んで、いろんなパンツから。あ、そう、履いてください。だからパンツからメールが来んねんで。あ、そういうこと。私も履いてくださいって。 あ、めっちゃしんどいな、うん、すごい。男女さん、ショーンパンツに独演会のチケット機能をつけてみましたと、絵を送ってくれました。アルミ缶独演会10月12日で。いやいやいや、よくないやろ。なんでみんなでこう、はい、交換出してください。いやいや、やろバーコードよく取って全員加藤さんの受付でパンツ見せんの嫌やろ。みんなのパンツ見れねえんだよ。いやいや、そう、どんな店やん。さくらんぼベリーさんもパンツ、あ、さくらんぼベリーさんはちゃうか、これは。うん、溜まった疲労を解消してくれる機能がついてるので、うん、お肌がスベスベになったり、張りが出て綺麗になる。パンツで、うん、いや、めっちゃいいけど、そんな。2、うん、相手が未婚既婚か分かる。あ、いやいや、うわ、パンツの前に分かりたい。パンツ見て、うわ、結婚してるやんけってなったら嫌やし。寝屋川マッカートニーさん、ジェット風船付き、うん、いや、もうアウトやけどな。この絵はそっからピューって飛ばせんねやろ。甲子園球場行ったら飛んで行ってまうやん。タイガースのあの
ね、形のパン、ね、タイガースのパンツ、タイガース柄のパンツにジェット風船が、まあ、皆さんのご想像するような感じでついてます。男性なんかそのズボンのチャックをピッと下ろしたら、うん、ピューって7回のほうが測れへんやろいいじゃん。そうやな、うん、名古屋市の百鬼丸 J さんが、うん、その名も逆ピノキオ、逆ピノキオ低層体。男を騙したり男のために友情を裏切ったりすると、勝負パンツの真ん中にあるピノキオ低層棒が伸びて、うん、勝負パンツが脱げなくなります主にサオリ向けです。なんでやいい、これいいよ。いやいや開発したいね。ななたぜひ高橋さんに履かしたいね。大丈夫ですよ、そんなことしないから脱げるから。いやいやいや、もう一個、やりちんセンサー。本来は全日本ショーパンツ協会の本部のあるスーパーコンピューターモジャパイ君につながっていて、うん、知り合ったイケメンの素性を知るためのシステムですが、うん、その男性の女性遍歴や思考を AI がシミュレートしてやりちんかどうかを判定できる。いい、いい、知りたい。ほんで、うん、まあ、やりちんやっぱちょっとやめとこうかみたいな、うん、事前に選べるっていう。もうそんなん言わず誰でもいいから言っとき。いや、選ばんとね、やっぱね。たかしさん、うん、良い感じで二人きりでいざという状態になった時に、うん、相手によってパンツがリトマス試験紙のように色変わりして、相性が目に見えてわかる。うわぁ、ただし自分だけでなく相手にも見えるため、関係が壊れる可能性が大の少し危険な機能。自分が嫌な相手の場合は、パンツが硬くなり、アラームが鳴り、脱げない状態となる。まあ、これはいいですね。パンツがその AI 的な機能を持ってるってことか、うん、そういうこと。え、自分の意思は、自分の意思で、あ、だから意思がつながってんのか。意思は嫌な相手の場合はパンツが硬くなりアラームが。ああ、じゃあもう意思とパンツがつながってて、うん、ううおすごい画期的やん。あとチビの飼い主さんが、じらし機能付き勝負パンツ。あ、ちょっと高橋さんと近いんちゃう、うん、女性専用の勝負パンツで人工知能に自分の好みの男性のタイプや好きなプレーを記憶させ、十分な前後をしてもらったとパンツが判断すると録画解除させ、され脱がせてもらえる。スポーンってね。面白いな。そうなんや。だいぶやらしいね。で、これ、しましたロック。なんか、でもなんかロックが外れたら終わりみたいな感じになってしまう気するけどな、ここまでなると。でもなんか男の人めっちゃ頑張りそうな感じです。確かにな、脱がせなくても。よしさ。なんかめんどくさいという方もいらっしゃるじゃないですか、前期が。その方はいいんじゃないですか。情報持ちですね、赤坂さん。もう知識だけは豊富ですよ。はい、どうぞ。謎のモンバットさん、はい、パンツにアラームがついた痴漢行為防止。ほうほうほう、うん、やっぱこれはいいですね。痴漢にあったら喋るパンツが自分では口に出して言えないので、うん、あ、え、好きと言えない人に告白してくるパンツ。あ、パンツが告白してくれる。いやいや、股間が好きやでって。本人向こう向けでパンツが。気持ち悪い。大阪のズッチーさん、一面に LED 装着でどんな色、どんな模様にも自由に変えられるピカピカパンツ。おぉ。いざという時に股間の部分が電動でパカッと開くパンツ。脱がせなくても大丈夫。嫌やわ。あるよね、でも。もう脱がせてほしい。もう開いてんのがあるから。あるからね。スリット入ってんのあるもんね。火曜日のジョイナー団地さんは、うん、パンツの後ろについているタグのバーコードを手で読み取り、買い物時に店員に手を差し出すと、うん、赤坂会長の声で、恥ずかしいと反応、そこまで、そのまま決算される仕組み。うん、なお、ティーバッグや穴開きなどのセクシー系は、還元率が通常のパンツより 50% 増しで、うん、ヒニング、絶輪剤、大人のおもちゃなどの大人系は割引まで漏れなくついてくる。すごいな。これ面白いね。キャッシュレス決済、ペイペイ、パンペイやって。あ、パンペイ、いや、もういいじゃないですか。以上ですよ。はい、赤坂さん、もう時間がないので、はい、どれに、どうしよう。ね、はい、パンツが告白してくれるやつにしようかな。いいですか、これ。じゃあ、謎のウォンバットさんでいいですか。謎のウォンバットさんに、はい、4000本あげちゃっていいですか。あ、他にもいいのありました。いや、いいですか。私はもう、はい、この方。じゃあ、謎のウォンバットさんに4000本のアマゾンギフト券プレゼントします。はい、おめでとうございます。はい、はい、もうエンディングです。いや、いいですね、パンツが告白してくれたら。パンツの新機能、いや、嫌やろ、下から聞こえてきて。めっちゃ面白い。誰が言ったってなるで。さあ、ということで、次回の収録日行っておきましょう。8月20日ですね。8月の20日、はい、火曜日の午前11時からとなりますので、メッセージなどは、20日火曜日の9時半までに送っておいてください。はい、ラジコのタイムフリーね、皆さんぜひ聞いてくださいね、うん、そしてチケットも買ってください。はい、10月12日ですから、ぜひ。そうだそうだ、もうチケット販売中ですからね、ぜひお願いします、うん、はい、はい、ということで、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。どうしたの赤坂さん、ごそごそして。あ、なんかちょっと時間早いなと思ってびっくりしたのよ急に。なんだ、なんか、あ、もうそんな時間になってたんやと思って。グダグダいろいろ読んでたらなりましたよ。失礼しました。はい、59分まで
全体的にエロいの多かったね。いやそう、寄進機能、いやそりゃそうでしょ。でもえ、もっとなんか経済的な、なんかね、何例えばなんか何やろ、まあ私はもうその食べ物出てくるとか、そうなんかなんかしまっとけるみたいな、なんかそうね、確かにそういう機能もあってもいいのにね。ね、確かにやっぱエロい番組なんやな、はい、エロい番組でやっております。皆さん、はるみかんの今夜もショーパンツをこれからもよろしくね。終わったかな。終わったね、うん、そうやな、急ぎましたね。いやー焦った。面白かったけどね、みんな。そうロックとかね、ロックも面白かった。そう、あーこれのジェットコースター面白かったね。ネアガマッカートでさ、なんやかんやであんまりあれかな、うん、アマゾンギフト券当たってないかもしれないね。あーそっ、え、あそっか、選ばれてはいるけれど、そうなんよ、ごめんなさいね。いやー面白かったんだけど、いろいろありましたけれども、はい、パンツ奥が深いですね。ねえ、やっぱり本当にこう呼ばれたいですね、いろんな会社にね。そうやな、本当に詳しくなってね。いや面白いな、まあ、イベントなんかけどパンツの新機能もっとあれもあってもよかったかもね。なんか、うん、ちょっと座るときにクッションクッションになってる。あなんかほんまに機能性のものがあっても、でもショーパンツやからなんかな。あそうか、なんかそのあるかもしれんけどこう痩せるとかね。あでもあるよね。なんかでもほんまに痩せるのか分からんけど、ほんまに痩せるんやったらちょっと買ってみたいなと思うけど、うんうんうん、骨盤をこうちょっと締めて痩せるみたいな、なんか治療してくれるとかもええよな。腰腰痛ありそうやけどな。なんか赤外線パンツはあるっていうのは見たよ。あったかい、あったかくなるっていう。あったかいのも冬はいいかもしれないですね。皆さんもね、まだまだ。あれ次回のお題言うの忘れた、次回のお題言うの忘れた。ああ次回のお題は、はい、赤坂さんお願いします。次回のお題は何でしたっけね。ですよ、ちょっとお待ちください。あれ一番最近に買ったパンツ。そうでした。会長綿密に打ち合わせしてるのに全然会長忘れてばっかりじゃないですか。一番最近に買った自分のパンツのエピソードをぜひ。エピソードじゃないわ、そうだ、書いたわ、もうここ書いてたわ。一番最近買ったパンツの絵を描いて送ってください。自分のやつね。そう、自分のパンツじゃないとダメです。でまあエピソードもあれば送ってください。はい、女性の方特にお願いしますっていうね、うん、絵を描いてくださいね、はい、ぜひお願いします。はい、赤澤さんまだ撮ってますからね。あ、まだものすごいオフな感じになってますけども。すぐ忘れちゃう、はい、一番最近に買ったパンツの絵柄も書いて、はい、しばらく買ってないわっていう方も思い出して書いてください。そうですよ、はい、皆さんのパンツお待ちしてます。はい、ちなみに私はあのふんどしです。パンツちゃうやん。